今日お話しするのはヒューマンハッキングの実態あなたの会社を救う6つの方法です私の名前はクリス・ハドナギーネットでの名称はローガン WHD で専門はソーシャルエンジニアですつまり私は会社からの依頼により社内の人的ネットワークの中で脆弱性を見つけるのが仕事ですがこれは会社訪問フィッシングウェブメールといった方法で実行します著書にソーシャルエンジニアリングコロンジアートオブヒューマンハッキングがあり ネット上にはポッドキャストフレームワークほか私の記事がいろいろあります現在ソーシャルエンジニアリングは非常に重要なテーマになっていると思いますでは本題に入る前にソーシャルエンジニアリングを定義しましょう私の定義は人に対して必ずしもプラスにはならない行動を取らせるようにする行為ですこれは極めて広く一般的な定義になっていますがこう定義した理由はソーシャルエンジニアリングはネガティブだけではないと考えるからです あなたのご両親、配偶者、教師、神父さん、カウンセラー、全員があなたのプラスになるように、何らかの説得や影響を与えますね。しかし、同じ影響、同じ説得とか操作の戦術は悪人も使用します。今日お話しするソーシャルエンジニアリングは、まさにそういう類のものです。このような話題が重要である理由は、2011年がハッキングの年と名付けられたからです。ここに示すのは 2011年にハクティビストやハッキング攻撃の被害を被った会社のほんの一部の例です。興味深い話をしましょう。ハッカー集団アノニマスのメンバーの一人、スパーキーブレイズという歌唱の女性が、インタビューでこう述べています。今、ソーシャルエンジニアリングが最も重要な課題なのは、これらの会社への攻撃で、犯人全員がネットへのアクセスのために、 何らかのソーシャルエンジニアリングを使用したからです。これはとてもタイムリーな話題であり、私たちと会社をさらに家族や個人レベルまでいかに、攻撃の犠牲にならぬよう防ぐかを議論する必要があります。他は何に注意するべきでしょう。apwg ドットオーグは反フィッシングの業界団体で毎年フィッシングがいかに市場に影響を及ぼしているかを報告しています。2011年の第1四半期は？ フィッシング攻撃によって金融と決済サービス市場がいかにひどく打撃を受けたかがわかりますこの図をよく見ると私たちが属するセクターのほぼすべてが打撃を受けていますこれを見て私は米国国税庁の報告書を思い出しました数年前に国税庁がソーシャルエンジニアリングによるペネトレーションテストを受けましたこれは合法に行われそのために外部から侵入者が起用されましたが 受験者の60%がこの非常に簡単なソーシャルエンジニアリングのテストに落第したのです。それを実演してみましょう。もしもしヘルプデスクのポールです。あなたのセキュリティポリシーによりパスワードをアップグレードします。これから私が言う新しいパスワードを入力してください。やり方はわかりますか電話を受けた職員は、ええ、大丈夫ですと答えます。ではパスワードのボックスを開き、1234パスワードと入力してください。OK をクリックします。これで安全です。 なんと国税庁の職員の60%は言われたその通りに実行してしまったのですこれがもし本物の攻撃だったら私たち納税者とそのデータを扱う職員たちにどれほどの被害が起きたか考えるだけでゾッとしますマカフィーの元脅威調査担当副社長はあらゆる業界の企業で膨大で貴重な知的財産と企業秘密を持つところは 例外なく情報がすでに漏洩しているか時間の問題であることは間違いないと大胆な発言をしていますしかし2011年から現在まで続いているハッキング攻撃にあった団体と企業の数の多さそしてその多くがソーシャルエンジニアリングに関係していることからこの意見には賛成ですそんなわけで これからお話しする6つの方法は現在極めて重要ですこの方法を実際に使用しソーシャルエンジニアリングの餌食にならないようにしっかり学ぶことが大切です第一はソーシャルエンジニアリング攻撃をしっかり見極めるための学習です有名なソーシャルエンジニアでノーテックハッキングなどの著書を持つジョニー・ロング氏のことを挙げておきますところで私はある巨大な国際的団体から安全性の仕事を依頼されました彼らはビル内では自分たちがとても安全だと信じていました 防弾ガラスがついた頑丈な鉄のドアで守られているためたとえ壊れてもとても侵入できるとは思えなかったのですそこには重さ500キロ近い電磁場が2つもかけられていました外部にはピッキングを仕掛けるような錠前が一切ありませんでした内部はすべて動作感知され外部はすべて RFID が施されていますみんなとても安心していましたそのため誰も侵入できるはずがないと思いビルの内部にはセキュリティ対策を施していませんでした しかしジョニーの本を読んだ後だったので私は盲点を探し二つのドアの間に小さな隙間を発見しました依頼の元仕事をしていたので私はネクタイを締めてバッグにはコートとワイヤー式のコートハンガーを持っていましたこれはソーシャルエンジニアの七つ道具なのですまずハンガーを変形させネクタイを一旦に通しそれをドアの隙間に突っ込んでから動作感知器の前で振ってみるとなんと五百キロ近い電磁場がネクタイとハンガーだけで空いてしまったのです。 彼らはソーシャルエンジニアリングによる攻撃というものを知るよしもなくそんなことなど夢にも思っていなかったのですそこでこうした攻撃を意識しどんな方法が使われ現実にいかに実施されるのかを知ることが一つ目の予防法です何が使用されるのかを知らなければそれを防ぐことができません会社のセキュリティや IT の部門で情報収集ツールを使うことまたは世間で何が起きているのかを 個人的にも知り意識を高めることが予防の大きな方法となります二つ目はセキュリティへの意識です組織で働く多くの者にとってセキュリティ意識とは残念ながら DVD を見て一回に四十五分から六十分程度のトレーニングをただ受けたという程度のものです内容は一般論で面白くなく明らかに産業界では役立っていません 昨年の攻撃事例を見ると多くの被害は国税庁の場合と同様非常に単純な方法だったことがわかりますしたがってセキュリティ意識を個人的なものにする必要があります従業員の情報収集を請け負った時に私はある従業員がラジコンカーのレーシングクラブを経営していることを知りましたそれ自体悪いことではなく夜のアルバイトではないので会社も気にはしていませんでした趣味でこの小さなクラブをやり 会員はわずかな料金を払い週末に集まってレーシングを楽しんでいましたただ彼はフェイスブックで会社のメールアドレスを使いこのサービスを宣伝していましたここで私の出番です私はジムと名乗り自分の誕生日にもらったラジコンカーでレースに出たいということにしました彼に見てもらうため私は新しいラジコンカーの写真をウェブサイトに載せレースを教えてもらうことにしました これで彼とは同じ趣味ができたわけです。非常に個人的な要件です。彼はリンクをクリックし、会社のセキュリティは破られました。これがセキュリティ意識とどう関係するのでしょうか。うまくいった理由は個人的な要件で彼と私だけの話であり、しかも彼の興味のあることだったからです。セキュリティ意識には、これと全く同じ原理を利用する必要があるのです。もし社員の意識を高めたいなら、それは訓練しているその社員に深く関わる個人的なことであるべきです。そうであるなら、 セキュリティ意識のトレーニングは成功を収めるでしょう予防法の3つ目は面白いものです社員は自分の持つ情報の価値を理解する必要がありますこの下にある質問を考えると思い出す話がありますあなたのところのゴミ処理業者はあなたにとって大切でしょうか多くの人はゴミを処理してくれるのだから大切だと言うでしょうしかしゴミが大切な情報だとは思わないでしょう ある仕事で私は経理部に電話して言いました。もしもし、私、ラリーと申します。ABC ごみ処理会社と申しますが、この町で開業したばかりなのです。見積もり書をお送りしていいですか会話の中で電話の向こうの女性とはいい雰囲気を作り、数分後に私は現在のごみ処理業者の名前を尋ねました。彼女は教えてくれました。私はではすぐに見積もりをメールしますと言いました。見積もりは送らず、すぐに教えてくれた業者のウェブサイトで調べ、ロゴをコピーしました。 ネットでは5ドルでシャツにプリントしてくれる会社が見つかります。ロゴをプリントした帽子とシャツが手に入りました。次にセキュリティデスクに電話します。私は何々ゴミ処理会社のジムですが、と、ここではゴミ処理業者の名前を出しません。御社のゴミ収集箱を調べなければならないので、うちのポールはスイせます。キ経理部のミッシェルから壊れてしまったと電話をもらったので、彼はポールという名前をセキュリティチェックリストに追加します。翌日、私はシャツと帽子とクリップボードを身につけて出かけます。 クリップボードを持つと本物らしく見えます私はセキュリティを突破する必要すらなく彼らはすぐに中に入れてくれゴミ収集箱に案内されました。私は白昼堂々とゴミを漁り情報漏洩を仕立てるための必要書類を発見することができました。 この予防対策には批判的思考法が鍵となります。社員に対して彼らが持っている情報の価値を理解するように教え全く関係なく思えるデータですら情報漏洩に結びつくことを教えるのです社員に情報を与える時には社員がその情報を知る資格があると認識させることまた社員はそれを質問する権利があるのを知ることが大切ですソーシャルエンジニアリング攻撃の予防にはこれが非常に重要です次の項目は難しいかもしれません ソフトウェアとととセキュリティのの更新でですす組織ががが大きいと手間と費用がかかるのが理由です私はここに立って簡単に言っていますが数千人のクライアントとそのセキュリティソフトまたはブラウザや PDF ソフトなどのユーザーソフトを更新する苦痛はよく理解できます実行には時間もかかるしコストもかさみます私が関与したある印刷会社でサーバーをスキャンしたところ 公開用ののウェブサーバーに複数 PDF ががあることが分かりました私たちが絞り込んだ2つの PDF のうち1つは彼らが実際に使用していたバージョンの PDF ソフトウェアの種類のものでありしかも最近のものだったのでこれが現在でも彼らが使用しているものだろうと考えました2番目のものは地元の小児がんの慈善団体のためのものでこんなことをするのはひどいと承知でこちらをソーシャルエンジニアリングのテスト用に使いましたこれこそ悪人たちがやる手だからです まず私たちが地元のがん慈善団体であると装って会社に電話し他の慈善団体よりうちの方がメリットがある旨を紹介した PDF を送りたいついては当団体を支援してほしいと説明しました CEO はこの内容がとても個人的なものだったのでもちろん PDF を受け取ることを承知し電話している間にソフトの古さを悪用して情報漏洩のきっかけを作ることができたのです脆弱なソフトは攻撃者が会社の中に入り込むための大事な穴となるものです もし彼らがスキャンして古い FTP サーバー、古いブラウザ、古い PDF 読み取りソフト、あらゆる種類の基地の弱点を持つソフトが見つかれば、あなたは間違いなく脆弱性にさらされています。それが基地の脆弱性なのです。未知のものやゼロデイの脆弱性もあります。そのため、これは非常に大きな予防法です。とても困難で費用もかかるのは承知していますが、重要なことなのです。 では5番目スクリプトの作成ですスクリプトというとちょっと変じゃないかと思う人もいるでしょう。私はポッドキャストでもスクリプトについては触れていません。私はスクリプトが嫌いなのです。あなたが携帯電話会社に電話するときといえば、明細がめちゃめちゃだったり、身に覚えのない料金が入っていたりするからで頭にくることがあるでしょう。電話して彼らを怒鳴りつけると、残念ですがどうしようもありませんと言うでしょう。電話を切る前に厚かましくも、お電話ありがとうございました、良い一日をなどと言います。相手につかみかかりたくなりますよね。 これがいわゆる台本つまりスクリプトですこれからお話しするスクリプトとはちょっと違いますが先を読みこれから起こることを批判的に考えそれが起きた時にどう対処するかを考えるということですある会社のコンサルタントをやっていましたがこの会社には物事を処理する方針とか手続きがありませんでした例えば従業員をいつ解雇するかというような単純なことにも残念ながら解雇は起きる時には起こりますこの会社には夜間他社でアルバイトをする社員がいて これは規則の違反ですから、この社員を解雇することにしました。社員を個室に呼び出し座らせると彼は素直ですでに理解していました。彼は穏やかにこう言いました。自分がしたことが悪いと知っていたので、それがバレた時はクビになると承知していました。だから従います。冷静な対応に感謝します。この会談は4時半に行われ、就業時間に近かったので、彼はみんなの前で正面玄関から出るのは決まりが悪いです。これから30分ほど机を整理してから外に出てもいいでしょうかと言い、 CEO とすべての幹部はそれに同意し、社員の方をポンと叩いたり、彼とハイタッチをしました。彼は実に素直に見えたので自由にさせました。彼はその直後になんと13のサーバーとそのバックアップを全部消去したのです。その損失の大きさは想像できません。この会社も耐えきれないほどでした。なぜこんなことが起きたのでしょう。それはこの脅威が出現した時の対処方法はこれですと言えるような規則。スクリプトがなかったからです。これを個人のレベルに置き換えてみます。 あなたの会社にはソーシャルエンジニアリングされたりそのような疑いが生じた時にどうするべきかを定めたスクリプトがありますかメールを受け取ったとします。考えずにリンクをクリックしたら何か予期していないものが現れました。このメールにどう対応しますかすぐに答えが浮かばなければあなたはスクリプトがないことになります。これが私の言っているスクリプトです。リンクをクリックした時、電話を受け取った時、ATM で誰かに覗かれた時など次のステップは頭に入っていますか ソーシャルエンジニアリングから身を守るために何をすればいいでしょうこれらが必要なスクリプトでありこの方法の中では批判的思考が鍵ですいよいよ6つ目です監査を受けそこから学ぶことですこれも難しいことですある会社は監査が役立つことは知っているけどうちの人たちはみな不合格になるから受けないと言いますしまた別の会社はうちの部下はソーシャルエンジニアリングに引っかかることはないから不要だと言い その中間にもいろいろな意見があります。しかし、ソーシャルエンジニアリングの監査は重要です。理由は監査を実施した時にこんな反応があるからです。俺たちの会社はフィッシングにはさらされていないんだ。うちの連中はその対処法は知っているからね。だけど電話で情報をしゃべりすぎているそうだ。こういう小さなことを知ることで、スクリプトを作り出し、セキュリティ意識を育て、セキュリティに関して本当にコアの部分に遡ることができるのです。 また、監査について強調しておきたいのは、300ページもの報告書を受け取ったから、よく監査してくれたとは限らないということです。量は必ずしも質を保証しません。ソーシャルエンジニアリングの監査は目的思考であるべきで、それはあなたの会社だけに特化していて、報告書には問題を解決するために何をすべきか具体的に記述されているべきです。それでは全てをまとめるため、6枚のスライドを遡りましょう。第1ステップは、監査を受けることです。監査を受けると、 あなたの弱みと強みを知りどんなスクリプトを作成するべきかを知り部下のどの部分を訓練すべきかを知りそしてセキュリティ意識とは何かを知ることになりますもう一度例を使いましょうあなたの部下がフィッシングには強くてメールをクリックせずその類の攻撃にはハマらないならフィッシングについての60分の DVD を見せるのは時間の無駄で彼らは飽きてしまうでしょうしかし電話対応には弱いなら それこそ時間をかけて、あなたの部下を訓練すす。るべきですそのためすべてを明確な行動計画に落とし込むことは極めて重要ですどんなことをやる必要があるかいつそれが必要かいかに行うかこれらを知ることがすべての会社にとって努力するべきことです成功に向かって遡ることとはこれら6つのステップを順に歩み明確な計画を書き記すことです書き出すことで記憶として残り実際に遂行するので重要なことです 一度これをするとあなたはソーシャルエンジニアリングの餌食になることは絶対にないでしょう。以前に私が笑ってしまった漫画があります。腹をすかせた熊から逃げようとしている男がいました。一緒に逃げる男について二つの選択肢がありました。一人はマラソン奏者で、もう一人は私のような大きな男性です。腹ペコの熊から逃げるときにあなたならどちらを選びますかそれは私です。私は足が遅いから、あなたは食べられることがありません。この漫画はまといています。これが現在ハッキングの世界で起きている事実なのです。 事業を経営していてハッカーから逃げようとするなら、木から垂れ下がった果実になってはいけません。可能な限り安全にして彼らが強敵を探しているときに、目に止まらないようにしなければなりません。この6つのステップはそのために役立ちます。もっと情報が欲しいとき、私に質問があるときには、s o c i a l e n ン i n e e r c o m をご覧いただくか、メールをお送りください。ありがとうございました。